で何ポコさんのズリッコリーをご用意しました。結構茎の部分大きいですね。ネーミングも素敵。はい、ぜひ召し上がってみてください。ちょっとコリーの方ズリッコリーです。いただきます。はい、茎ってこんな美味しいんですね。食感がコリッコリー。作り方ご紹介します。食材を食べやすい大きさに切ってフライパンで強火で砂肝に火が通るまで炒めます。ブロッコリーの茎を入れ軽く炒めたら和風だしを入れて味を調整し鰹節を乗せて完成です。だし見てる、うん、このコーナーでは視聴者の皆さんから投稿いただきましたご家庭の心温まる食卓などを募集しています。紹介させていただいた方には霧島酒造の焼酎と番組特製のクオカードをプレゼントいたします。ご応募お待ちしています。それでは今週は鈴霧島の炭酸割り鈴霧ボールで乾杯です。はい、鈴霧ボールとズリッコリーでにっこり笑顔になれますね。ここまでときめきレシピのコーナーでした。